富岡車両基地、または富岡基礁は台湾東園市山桃区にある台湾鉄路管理局の車両工場と車両基地。台北市新陸でかつて車両研修作業を行っていた台北基礁、及び新築市で検築検築庫として稼働していた新築キム団の移転先として2013年1月に開設された。台北市の方を台北基礁松山九章。 本基地を台北気象富岡新商という場合もある。2005年9月7日に行政院で計画案が通過2009年台湾鉄路管理局は鉄道工場である台北気象及び併設の帰宅、京王章、そして通勤電車の車両区で新築駅周辺にある新築勤務団の移転集約先として当地に総面積52ヘクタールのアジア最大級の 車両基地を新設する総計133億台湾ドルの事業化を決定した。2010年7月22日には、北湖駅及び駅から基地への分岐線を寄港。老朽化した建物、古い機材と、手狭な敷地だった台北気象と比べて大幅な自動化、精進化、電脳化で、作業環境の効率化、安全性向上、近代化も果たされ、 太陽光発電、風力発電も備えた親環境の基地となっている。基地は4つのエリアに大別される。2013年1月10日、第1期として、車両工場部分が供用された。校内の信号システムなどは、台湾一計3製作所が受注している。2014年末には、台北気象部分の移転が完了、同時に観光スポットとしての周辺整備事業も、 進行している。また、大鉄、都市運河に伴い南方に通勤駅の北港駅が、基地付近にも新富駅が設置されている。2018年4月20日、新築駅にあった新築機無断ボンダンが当地へ移転し、旧本団は南新築機、務分駐所となった。新築機無断配属を参照。土地工業となった e t 百十五車両基地周辺の一帯は、 白河人が信仰する多くの港の土地工業があり、丘陵地帯だったことから、旧地名が白河、三影、白河かと呼ばれていた。車両基地開設前の計画用地にも、付近住民、約200世帯が祀る中国神話の大城老君、露伴、土地病に祀られる民間信仰の土地の神の身体像と病があった。身体の石像は、当地の職人が作ったもので、 取り壊しを懸念した住民たちの反発があったが、大鉄との協議で付近の鉄工所が所有する空き地に仮移転し、基地完成後は元の場所に戻すという協定が結ばれた。2013年に基地が稼働してからも設計に起因する問題が多発しただけでなく、病への動線が良くないと、職人から不満を訴えられた。 解説半年足らずの6月には研修のためクレーンでジャッキアップ作業中の EMU500 型電車が1メートルの高さから落下する事故も発生した。ローソの大抵航海にも不安が広がり局に対して抗議活動を繰り広げた。また立法委員に新基地の年間作業量が台北気象の6割にとどまっていることを暴露されている。 周辺住民たちは基地にまつわる不運が相次ぐことを土地工業の移転と絡めてたたりだと噂するようになり早期に元の場所に戻すよう抗議した。大鉄側も放映を行って土地工の怒りを沈めることにしたほか新たに基地用の安全祈願のシンボルを求めることにした。2017年8月1日深夜に台湾鉄路管理局 EMU100 型電車の 中間車一両が台北気象からトレーラーで搬出、当基地に運送された。重大事故歴もなく、状態も良好だったことから選定されたとされている。搬入された ET115 型は車内に土地紙の石像を祀った上で安全祈願の象徴として基地内に安置する方針が2017年末に公表され、2018年に内装改造に着手。 土地工業は2019年10月24日に開け病した。台北駅や七都駅などで大鉄の土地工業はすでにあるが、鉄道車両自体がこうした新物の安置場所に選ばれるのは台湾で初となる。ありがとうございます。